これは男性が鏡越しに窓を撮影している映像である。お分かりいただけただろうか。2階の窓だというのに猫の顔がはっきりと映り込んでいるのがわかる。ガッちゃんが覗きに来ていたようだ。一見すると白猫が昼寝をしているほのぼのとした写真のように見えるが、写真左上に注目していただきたい。お分かりいただけただろうか。専門家の話では、自分の家の前で寝ている白猫を不思議そうに眺めている虎徹の姿なのだという。投稿者の話では、庭に転がっていたこの器をメルカリで売ろうと写真を撮っていたところ、奇妙なものが写っていたらしい。お分かりいただけただろうか。長年庭に転がしているうちに猫の魂が乗り移ったのではないかと専門家は言う。これは車のほこりが気になった男性が小汚いスポンジでボディを拭いている写真だが、お分かりいただけただろうか。作業をする男性をじっと見つめる顔がはっきりと車に浮かび上がっている。その後男性は怖くなり、白猫にチュールをお供えしたところ、現在も事故を起こすことなく無事に過ごせているようだ。